ゆくきん TV エビデイ、ハレーチュー。はい、今日皆さんにご紹介するのは「アイスモア」です。マジで、アイスモア、マシュマロみたいなふわっと食感。私マシュマロそんな好きじゃないんだよじゃあ買うなって話だけどチョコアイスは好き。ね、迷っちゃうでしょ、そうすると。なんか、エクレアにマシュマロ乗っけたような絵はあるけどね。まだあんまマシュマロみたいな感じわかんないな。アイスチョコバーの味。マシュマロ感ある？説明があった。クッキー入りチョココーティング、バニラ風味のマシュマロ食感アイスと歌ってはいる。バニラ味はわかるよ。マシュマロ食感はわかんないな。わかんない。マシュマロみたいな感じがわかんない。いくら食べても。私がおかしいのかな。わかんない。マシュマロっぽさがね。普通には美味しい。いわゆるチョコアイスバーの味として。冷たくて美味しいし、甘くて美味しいし。マシュマロで美味しい。マシュマロ感わかんないけど。または買わないな。マシュマロ登録してね。